え、ジャンプ、え、何ボタン、クッパ、え、コマンド式マリオっぽくねえな。さて、今日はまだ始まってなかったはい、ということで今回はこのマリオストーリーをやっていきたいと思います。なんかね、2000年に発売された Nintendo64 のゲームらしいんやけど、私はね、やったことなかったんよね。ファイルの名前。別にこれ普通に自分の名前でいいか。いっか。あ、いえな。オッケー。ファイルの名前はあゆなでよろしいですか？はい、オッケーです。ファイル1を作りました。じゃあこれで初めから。ファイル1で始めていいですか？はい。なんかかわいい。絵本っぽい感じの世界観らしい。郵便でーす。これはパタパタ？パタパタやっけ名前今なんか、ふと思ったけど。薄っぺら。ルイージ。兄さん、ピーチ姫から手紙が来たよ。お、来た来た。読んでみるね。でもちゃんと後ろ姿はあるんやね。何今日、お城でパーティーがあります。マリオとルイージもぜひ来てください。遠い町からのお客様も二人にとても会いたがっています。美味しいお菓子とごちそうをたくさん作って待っていますね。ピーチより。ピーチ城を目指していくってことかな。あれ？今回はあれ？ピーチ姫はさらわれない感じクッパに。この後さらわれるんかな？なんか毎回さらわれよるイメージなんやけど。お！キノピオがいるじゃないか。でもなんかあれやね、昔のにしては結構綺麗。まあ、でもあれか、2000年代やけん。そこまでボロくもないんかな。いつ来ても立派なお城だね。お客さんもたくさん来ているみたいだ。普通にたどり着いたわ。あ、じゃあここからさらわれるんやね。もうさらわれる前提で話すけど。だってピーチ姫ってそんな感じやん。いつもさ、何動ける？あ、動ける動ける。あれ？花。ピーチ姫に会ってきたらどうだい？僕は後から行くからさ。扉の前で A を押せば扉を開けることができるからね。みんなにも話を聞きたい。マリオさん、お元気そうで何よりです。パーティーを楽しんでいってください。これキノピオ同じようなのがいっぱいおるけんなんかわからんくなりそう。今日のパーティーのお客様は遠いところからいらっしゃっている方が多いですよ。行ったことのない街の話でも聞いてみてはいかがですか？そういうの楽しいよね。君服装違うね。キノコ城へようこそいらっしゃいました。キノコ城？キノコメインなんすか？ピーチ姫じゃなくて。あ、ジャンプできる。マリオさん、ごちそうをいっぱい食べられるようにお腹を空かせてきましたか？僕はごちそうを食べすぎてお腹いっぱいになったのでここで休んでるんです。さあ、一休みしてお腹を空かせたらまた食べに行きますよ。一休みしたらもっとお腹いっぱいになるんやない？満腹中枢的な、ねえ。やあ、こんにちは、マリオ。こちらのお客様はキタピオさんだよ。キタピオ。寒い寒い地方というとっても遠いところからはるばる来られたんだよ。ほう。やけんなんかな？これ、あれやろう。なんだ、イヤーマフやっけ。ピーチ姫って噂通りの優しくて素晴らしいお姫様ですね。ご挨拶に来た甲斐がありましたよ。マリオさんもぜひ一度寒い寒い地方に遊びに来てくださいね。名前的にすごく嫌なんだが。その暑いとか寒いとかじゃなくて、私は涼しいとかあったかいところにおりたい。あ、どちらかといえば涼しいかな。まあまあ、ようこそマリオさん。この前のパーティーは本当に楽しかったわね。何？パーティーしすぎじゃない？この前もしたの？そうそう、ピーチ姫が待っておられましたよ。あれかな、上流階級のみんなはしょっちゅうパーティーをするもんなんだろうか。ピーチ姫は朝からマリオさんたちがいらっしゃるのを楽しみにしておられましたよ。ずっとそわそわしておいでで、クスクスピーチ姫ったら。そんなに？一年に一回とかならわかるけど、こないだもパーティーしたんやろ？そこまででもなくね。ペンギンおったペンギン。いやー、お城って本当にいいものですね。できればキノコ城にずーっと住んでいたいですよ。ピーチ姫ならついさっき奥の部屋へ行かれましたよ。ちょっとお疲れになられたんでしょう。もうそんな始まって結構経つ感じ？パーティー。なんかめっちゃおしゃべりしよる奥のノコノコとペンギン。いや、マリオ殿、私がキノコ城の大臣です。マリオ殿がいる限り、キノコワールドは絶対安全。頼もしいことですな。プレッシャーが半端ねえな。ねえ。こんにちは、マリオさん。私、ファッションにはかなりうるさい方なんですけど、そのファッション素敵ですね。とってもよくお似合いですよ。てか、マリオ常にこの格好やけんね。あれかな、やっぱタンスの中にずらっと同じ服があるんかな。寒い寒い村を代表して村長の私が来ました。あ、なるほどね。寒い寒い地方の寒い寒い村って言うん。寒すぎやん。あ、もうこんな時間。そろそろキタピオさんとお土産を買いに行かねば。あ、さっき向こうにおったよ、キタピオさん。キノコタウンのお隣の村、ノコノコ村から来たんだ。ピーチ姫ととっても楽しくお話ができたんだよ。いい人だな、ピーチ姫って。ノコノコって敵じゃないんだね。すごい仲良く話しよるんやね。星のフローカって知っていますか？お城の近くにあるんですけど、とてもロマンチックなところなんです。お名前からして。デートにもぴったりなんですよ。マリオさんもピーチ姫を誘って行ってみてはどうですか？思うんやけどさ、ピーチ姫って一国のお姫様よね。マリオって一般人ではないの？そんな、進めてきていいもんなんすか？今日のお客様はカラカラタウンのお客様と、寒い寒い地方のお客様と、のこのこ村からのお客様と、あー、ややこしい。覚えきれません。ややこしいかな。ところであなたはどちらから？あれ、マリオさん？失礼しました。ずっと誰やと思って話、あ、この子はきっとあれやね。カラカラタウンの人やね。砂漠の街、カラカラタウンからやってきました。もう見た目が。みんなさ、そんなに違う地方からやってきたのにさ、その特色が。そのまんまの格好できて大丈夫なもんなんやね。このお城なかなか素敵ですね。涼しくて居心地がいいです。お美しいピーチ姫ともお話ができて、私はとっても幸せです。カラカラタウンに帰ったらみんなに自慢します。なんかこの子見たことあるな、ネズミ。俺はチューさん、カラカラ砂漠からやってきた。この町の連中はみんなやつばっかりだ。俺の心のふるさとに決定。勝手に。てか、チューさん。自分でさん付けなんすか。ピーチ姫ってどなたか好きな人がいるんでしょうか？あんなに素敵な人ですから、きっととっても素敵な人を好きになるんでしょうね。そこはマリオじゃないの。なんか、ケーキのっとるよ、ケーキ。いいね、いいね。ケーキあそこにしかなくない？ほらほらほら。他ないよ。やけんなんやねんって感じやけど。どこ？ピーチ姫は。ここ？ここはピーチ姫のお部屋です。でもここには今いらっしゃいませんよ。あ、マジで？じゃああっちかな。ここはどこに出るんやろ。こっちですか、ピーチ姫は。僕は見習いです。朝からお客様がいっぱいでとても緊張しています。ドキ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 。かわいいな。どうも。この辺りはお客さんがいらっしゃらないから静かですね。落ち着きます。ここはどこなんだろうか。急激に方向が。玉座の間とかそういう感じか？その手前かな。ピーチ姫でしたら少し前に奥の部屋に行かれました。あ、じゃあ。普通に通してくれるんすね。やっぱマリオやけんかな。お、いたいた。まあマリオ、パーティーに来てくれたのね。ありがとう。思った以上になんか、想像しとったよりも目がつぶらやった。お客様のお相手をして少し疲れてしまって。だからここで休んでいたの。ここなら誰も来ないわ。二人でゆっくりお話をしましょうよ。なんかこの顔の適当さ。いや、可愛いけど。今日はいいお天気だし、バルコニーに出たら気持ちよさそうよ。行きましょう、マリオ。ここから本番やね。やっと。まだ何も起こってないっていうね、超平和。何？城ごと。せっせせっせと作りよったんかな、こんなの。お城の下に。やば、飛んだし、しかも。今回城ごとさらわれるパターン？マリオ一緒におるけど。一緒にいますけど。こんなん普通気づくことない？城の下にこんなんできよ。絶対、工事中とか揺れるやん。大丈夫だったマリオ。今の一体何だったのかしら。なんか一気に暗くなった。何？宇宙に出た？見てマリオ。まだお昼なのに、窓から星空が見えているわ。ああ、窓ガラスが。来たよ来たよ、クッパ。ガハハハハ。ピーチ姫を久しぶりなのだ。クッパも可愛いね。クッパ、まさか今の地震はあなたの仕業なの？一体何をしたのよ。ガハハハハ。我が輩のクッパ城でキノコ城を空高く持ち上げたのだ。どうだ、驚いただろう。ピーチ姫がおったのってキノコ城とかいうとこやったっけ？違うよね。ピーチ城みたいな名前じゃなかった？普通に。この城はもはや我が輩のものである。おとなしくするがよい。ん？お前はマリオ。やはり出おったな。相変わらず我が輩の邪魔ばかりすり集め。今度こそは貴様ならに邪魔はさせんぞ。またそんなことを言っているの？あなたがマリオに勝てるわけないわ。諦めなさいよ。いや、ちょっとさ、ピーチ姫もピーチ姫でさ、毎回毎回さらわれすぎやけん、ちょっともうちょっと警備どうにかしようや。確かに今まではマリオごときに手こずってきたが、今回は違うぞ。今度こそ我が輩が勝利するのだ。こんなにもお姫様がさらわれるってどういうことよね。さあマリオよ、かかってこい。え、もうこの場で勝負？え、速攻でクッパと勝負やん。マリオ頑張って。頑張りますけども。え？ジャンプ。え、何ボタン？クッパ。え？コマンド式？え、もしかしてコマンド式？あ、そういうこと？普通に動かしてジャンプしたりとかするんやと思っとった。違うんや。あ、そういう。そういう感じの戦闘なんやね。マリオっぽくねえな。めっちゃ動かす気満々やったのに今。やるなマリオ。それでこそ我が輩のライバルである。でもこういうのってさ、あれよね。必ず攻撃受けたりとかするけん嫌よね。自分で避けるみたいなのがないやん。だが今日の我が輩は今までのようにやられっぱなしではないぞ。お？見よ。星の国から奪ってきたスターの杖だ。これはどんな願い事でも叶えられるすごいものだ。このスターの杖で我が輩がパワーアップすれば、マリオなどひとひねりだ。でもどんな願いでも叶えれるんならね、もう最終地点の願いを言えばいいのに、自分のパワーアップっていうのがね。ガハハハハ、行くぞマリオ。いやー、もうマリオを消してくださいでいいんじゃない？ピンチね、ピンチってなっとるよ。ガハハハハ、それでおしまいか？そんな攻撃、ちっとも効かんぞ。わー。ピンチだけど、アイテムとか何もないんだ。もう次でおしまいやん。今の我が輩にとってマリオなら敵ではないわ。お遊びはこれまでだ。そろそろ本気を出すとするか。マリオよ、これでも食らえい。てか、ピーチ姫もさ、そこで突っ立っとくんじゃなくってさ、ちょっと兵士たち呼んできたりとかしてくれんかな。消えた。消えた？潰れた。マリオ！やった。やったぞ。ついに宿命のライバル、マリオを倒してやった。あれか、自分で倒したかったんよね。パワーアップして。お見事でございます。さすがはクッパ様でしちゃ。このスターの杖さえあれば、どんな願いも思うがままだ。我が輩は今本当に無敵だ。さあ、邪魔なマリオにはさっさと出て行ってもらおう。あ、吹っ飛ばされた。あ、これでまたこの城まで戻ってくる道中を冒険するってことやね。マリオー！なんか来た、なんか来た。あ、めっちゃ落ちていきよる。あ、でもさ、お城にまだルイージが残っとんやないん。ルイージどうにかしろよ、おい。